さて皆さんは炭素に夢を感じたことはございますでしょうか炭素とお聞きになって馴染みのない皆さんも多いんじゃないかと思いますしかしこの炭素実は皆さんの生活をずっと陰で支えている縁の下の力持ちなんですねそして同時に歴史的に 常に新しい文明を開くきっかけにもずっとなってきたんですねちょっとその辺をお話ししますと古くは例の親戚時代人々は木炭として使い出しましたそして今日まで至ってますまた16世紀以降は例の鉛筆の芯ですねこれも炭素で作られました20世紀に入って 炭素の時代が大ききく花開きます一つはエジソンの電球のフィラメント人類から夜を克服してくれましたそれからタイヤの色真っ黒ですけれどもあの中にはカーボンブラックススが入ってまして強力なタイヤができて自動車の請求を開いてくれましたまた DNA の発見にも炭素が実は関わってますそして 20世紀の末にカーボンファイバーが登場しまして宇宙時代を開いてくれました実はこの宇宙時代人類が地球の16軒を脱して宇宙に飛び出たこれはまさに我々の祖先が水から上がって陸上動物になりそして今日まで人間として進化をしてきたこれと十日だとも言われてるんですね今この軽くて 強いカーボンファイバーこれががあったたから宇宙時代が来ましたそしそてカーーボンファイバーは飛行機さらには自動車まで今使われようとしてましてまさに天地を駆け巡っておりますこのように炭素は形を変えながら歴史をうまく刻んで人間の文明開拓に貢献してきましたそして今1ミリメートルの 100万分の1という非常に極微の構造のレベルで炭素の結合様式だとかあるいは形状を制御して生成されるこの後お話しますけどナノカーボンいいう新しし炭素が登場してるんですねこれはまさに21世紀の人類の新しい文明の開始を暗示してるんじゃないかとこんなふうに言われてます。 さて私が生まれ育った須坂子供時代は本当に蚕養蚕が盛んな町でちょうど今の時期になりますと町中がこの繭を煮る湯気で覆われているようなそんな時代でございました小学校時代はそういったそれまでの生糸産業に代わって電子産業が実は発達してきまして郊外といいますか外れの町外れの 桑の畑がどんどん電子産業に変わっていったんですねと同時に非常に電子産業で働く技術者の皆さんの商社の住宅がどんどん建つようになりましたそれまでの桑畑がいつしか素晴らしいこの新しい時代の指味を感じるような産業によって一変していったんですねそれは子どもの目にもよく理解することができました新しい産業が町や 人々の雰囲気を一変させていたんです小学校低学年の頃から夏休みやあるいは冬休みになると私の大好きな課題が出されましたそれは自由研究なんですね自分の思う通り研究をして学校に提出したんですけれども残念なのかな。 これが勝負をもらったり、あるいは学校の代表作品として。コンクールに出ていくことも、実はありませんでしたけれども。実験の結果を。大きな墓蔵史に。まとめるときは、とても興奮を覚えたものでした。私は子供の頃から。四季折々。近所の子供たちと、いつも群れを作って、遊んで歩いてたんですけれども。まあ、そういった中で、地域の野山を。 駆け巡っておりました科学的好奇心はそういった遊びの中で実はままれていいたように思いますみんなが遊びに夢中になっている時も私はどちらかというと一人植物をつまんだり昆虫をいじくったりまた今の時期紅葉を見て感動したり空の雲がどうして浮かんでんだろういろんなことを考えるむしろそちらに関心がございました。 豊かな自然はいつも大きな感動をくれたように記憶しておりますそしてこの街の様子が電子産業っていう新しい産業で一変しているっていうことで新技術に対する大人たちの期待も非常に高まっていました、まあ、そんな背景がございましていつしか自分も新しい環境や技術を身につけてそして社会の発展に役立ちたい こんな夢を抱いていた子供の時代でしたしたがってその延長でごく自然に大学は信州大学工学部に進ませていただきました信州大学大学院修士課程の研究テーマは恩師の小山恒夫先生のご指導で1970年当時でしたんですけれども前世を誇っていたシリコン半導体の研究ではなくてですね 基礎成長炭素繊維の研究を担当するように指導されたんですね自分は半導体研究須坂の街が大きく変貌を遂げていた電子産業非常に興味があったんでその分野と思ってたんですけれども、まあ、自分の希望とはちょっと違ったんですねしかしここにはちょっと子供なり学生の時代でしたけれども打算がございまして大きな池のメダカになるよりも小さな池の鯉になりたい こんな気持ちでございましたそれは子どもの頃遠い子どもの頃遊び仲間とみんなでくば川によく釣りに来ましたその時にですねまさにあざけり笑うように大きな大きな鯉がですね子どもたちの釣り糸の横を悠ゆ々うゆうとこう泳いでいる姿そういう姿を実は思い浮かべておりました。え最先端物質の ナノカーボンの実用化、これのフロンティアを開拓しているのは実はカーボンナノチューブでございまして、世界で活発に研究が展開されています。このカーボンナノチューブはグラフェンと呼ばれる炭素の六角網平面の分子面をくるっと丸めた構造のナノメートルサイズの炭素の筒になっております。これは次世代の半導体、あるいは宇宙エレベーターとしても、 夢がかけられているものでございます1ミリの100万分の1っていう非常に小さな極微の鉄の粒ですねこれを触媒としてメタンなどの炭化水素をおよそ 1,000°C で熱分解してこのカーボンナノチューブが合成されるんですけどこれは触媒基礎成長法と呼ばれていますこの発明発見はまさにセレンディピティ。 偶然と言いますか予期せぬ結果でございました1972年に大学院を修了しまして、えー、あの大企業に就職したんですけどちょうど1972年1年経ちまして都内の企業から修正大学の助手として1年後に大学に戻ってくることになりました今度は研究者の駆け出しとして 学生たちと日々研究をすることになったんですねえとりあえず学生時代やっていた基礎成長炭素水の研究からスタートしようということで始めたんですけれども、まあ、当初実験でやられるのはほとんどが実は大量のすす真っ黒いすすでございまして一緒にやってくれた卒業研究の学生たちとまさに悪戦苦闘の日々でございました。実験をしていた時 ここののに目の前で反応パイプこれ水素が入ってたんですけどバーンと大きな音を立てて爆発したりですねいろんな事故も何度もございましたそれにもめげずですねそれでも本当にあの実験がうまくいかずに日々苦労の連続でございましたまだ26歳まあ若かったからできたのかもしれませんけれども独身でございまして。 当時今のような便利なコンビニエンスストアっていうのはございませんで実は母が作ってくれた朝昼培養のです、ね、お弁当3つそれとまあ学生たちとちょっとつまむです、ね、おやつを持って毎朝自宅を出たわけです。そしてまあ先生になったということで、 え毎日母が白いワイシャツをアイロン掛けをしてそれを着てくるんですけど夕方帰る時はまあ袖と襟がですねすすでこう真っ黒になってしまうんですね。でやはり当時それをよく知ってたのは母でございまして「お前苦労してるんだね」ってよく言われましてまあそれが実は私にとっても大変つらいことでございました。しししかかですね苦いい時間っていうののは誰かが私のために きっとこれから用意された大成功の前兆じゃないか。苦しい時間というのは、これから来るべきハッピーな時間の前段階じゃないのか、いつもそう思っておりました。そして実は予期しなかったような、まさに夢のような出来事が起こりました。きっとこんな日が突然来るだろうと、本当に夢に描いたようなことが実は起きたんですね。ある日、生成基盤。 カーボンファイバーをこう生やす板なんですけれどもこれをきれいにするのに普通は1日非常に長い時間かかって次の日また実験をするわけなんですけれどもたまたまそこにあった茶色いサンドペーパー皆さんよく木工細工なんかでお使いになるやつですあれがございましてそれで基板をこすったんですねとってもきれいになったんで大事な時間1日節約できたと喜んでその日もいつものように電気炉の中に サンドペーパーでこすった基板を入れまして実験をしたんですねそして翌朝まだ誰も来てませんでした一人研究室に入りましてゴム栓を取って中から基板を出したんですねそうしたらですねなんとその基板の上に光り輝く銀色に光り輝いているカーボンファイバーがしかも長さが数センチ太さが10ミクロンぐらいこれがですね密接してたんですね一つも 黒いススはついておりませんでした私は本当に目を疑いましたそして天にも昇るような気分に実はなったんですね嬉しくてしかしなぜ突然そうなったのか原因は全くわからなかったんですけれども学生たちと同じように茶色いサンドペーパーで牙をこすって毎日実験を繰り返しまして再現性よく ここののカーーボンファイバーが木梅の上に成長することは小山教授は「遠藤君まあ一つの論文を書くのに56年はかかるからまあそのつもりでやってごらん」先生はそう言われてたんですけど1年後にですね1973年に学会誌にこの論文が掲載されました。おめでとうあなたの論文が論文に掲載することが決まりました。 こういう手紙を学会から受けた時にはですね本当に2度目の天にも上るような気持ちになることができましたそしてその1年後実はフランスに留学してこの基礎成長炭素制度構造を解明することになるんですけれどもそのきっかけはですねこの発表した論文がフランスのオリリアン大学のアグネス・オベラン先生電子顕微鏡の世界的経緯なんですけど その先生の目に留まってフランスへ来て一緒にやらないかということになったんですねでフランスのオレレアンラッスルスって町にオレレアン大学があるんですけどそこに留学しまして最初の7ヶ月間一生懸命頑張ったんですね慣れないフランス語も何とか身につけてそして頑張りました毎日電子顕微鏡の前に座って朝から晩まで研究をしましたんですけど、まあ、これといってですねいい結果が出なかったんですね サンプルは州大学からも持ってきましたフランスでも作ったんですけどうま、ん、く作れないんですね。これはフランスとパリの近くだったんで長野の井戸の違いじゃないかなということを言ってたんですけれどもとにうかくうまくいきませんでした。そして8ヶ月経った12月の暮れ、まあ、同僚たちはみんなですね、えー、クリスマス休暇ですねこれでみんな地中海の方へ旅行に行ったり。 あるいはクリスマスマ楽しんでたんですけど私は一人この時とばかりですね電子顕微鏡が独占できるんで電子顕微鏡室に寝泊まりをしてそしてそこで研究を続けたわけですそしたら本当に大発見が起きたんですねサンドペーパー由来の極微の小さな鉄の粒子が炭素線を成長させることを発見したんですこの時も本当に3回目の天にも昇るような気持ちに実はなりました まさに神様からのクリスマスプレゼントでございました大発見興奮した様子で私は自分の日記帳に書いた記憶はございますまさにいつもながらチャンスの女神は準備を整えたものに微笑みかけるその時しみじみと日頃の努力が神様しっかり見ててくださったなと思いました これがが後のののカーーボンナノチューブの量産法の開拓につながるわけです。しかも大変驚くことに反応管中の空間にですね鉄の粒子がこう浮いている間にカーボンナノチューブを成長させるということを発見発明いたしましてこれが1987年に日本特許として認められることができました。でこれが今日のカーボンナノチューブの量産法になっているんです。 無駄なな努力は一つもない、成功は諦めずに夢に向かって努力することだといつも確信しておりますこうして1988年からこの多層カーボンナノチューブとして量産が当時共同研究していた企業の中で始まりましたそして当時1980年の後半ですけれども企業の中でリチウムイオン電池の研究が進んでましてそこにこれを使うと 非常にいい特性が出るということで今日まで実はリチウム4電池皆さんよくお使いでございます携帯電話ノートパソコンそれの発展をずっと陰でやはり支えてきた材料なんですねでこの触媒基礎成長法をよるとですねナノ構造がこう,うまく制御できるんですねそれでより安全なカーボンナノチューブの構造を目指してこれは デザインセーフナノというふうに国際的には呼ばれてまして、安全なナノ構造を作り出して、それを使っていこうということで、安全なイノベーションを目指して、今、世界的にチャレンジが展開されているものでございます。冒頭しも申し上げました、ナノカーボンとはですね、ナノメーターのレベルで1ミリの100万分の1ですけれども、炭素の構造や形態を制御して作る、そういった新しい構造を持った炭素の構造体です。この概念は、 新州大学でで生ままれれた概念で今世界的に使われておりますフラーレンの発見で1996年ノーベル化学賞を受賞されたハリー・クロト先生は19世紀は鉄20世紀はシリコン21世紀は炭素の世紀だとこういうふうにおっしゃっていましたがこのようなナノカーボンが21世紀を開くというふうに私どもは確信しております。 またマサチューセッツ工科大学アメリカですがそこのドゥレッセルハウン先生これはナノカーボンの世界的な経緯で米国の自由のメダルあるいはカブル賞を受賞された方なんですけれどもこのクロート先生とドゥレッセルハウン先生お二人とも最近天に召されましてまさに今伝説になってしまったお二方なんですけれども二人ともカーボンの知性ということが言えると思います。 私は2人と多くの共同研究を展開してきましてこの偉大な2人の科学者の研究者魂っていうものをぜひですね若い研究者に伝えたいでそれはどんなことかと申し上げますとクロト先生は自らを「科学の伝道師」っていうふうに称して研究者の大切な点は常に好奇心を持ち続けることだと説いてました。またミリー先生は 現役の科学者として論文筆筆のペンを取りながら天国に旅立ったような方でございまして彼女は八十六歳でございました普段の努力こそ研究者には不可欠だということを身をもって示された方なんですねそしてこの二人に共通する研究者魂がございましたそれはオノラブルポバティということなんですね名声を求めず 無心で清く科学に向き合う、この姿勢なんです。このサイエンスに対する真摯な姿勢こそ、何か新しいものを見出す、サムシングニューを見出す目になると、二人は常におっしゃってたんですね。科学がますます高度化する時代、こういった科学との向き合い方、これは今後ますます重要になってくるでしょう。さて、 カーボンナノチューブを先ほど申し上げた細いチューブですけどこれを束ねて作るバイヤーは人工送電線として応用が期待されています大変注目されてるんですね世界はすでに情報通信ネットワークが結ばれていますが近未来で予測される世界電力もです、ね、そう用意じゃないんですねなぜかと申しますと送電線用になる銅がとてもそれだけの資源がないんですね そうしますとカーボンナノチューブで作った導線送電線というのは非常に期待されているんですねこれができますと日本を含めたまずユーラシア送電網というのがどうもできるそういう方向で今世界今一生懸命頑張っているんですねでこの高性能ナノカーボンを使ったリチウム電池はさらに性能を強化することができるでしょうそうすると私たちは携帯電話でパソコンであるいはスマホでも 電池の存在を忘れて使うことができる時代が来るでしょうまた電気自動車の技術もさらに加速されるでしょうこのナノカーボンで製造に必要な炭素っていうのは今まで石油とか石炭が使われてましたけどこれからは空気中の二酸化炭素から炭素を有利してナノカーボンを作ろうという研究が今進んでいるんですね これが成功しますと地球の温暖化の元凶である二酸化炭素をどんどん減らすことができるそのように期待されているわけでございます私の研究のツールは少年時代を過ごした恐竜須坂の豊かな自然でした自然の中で培った科学への好奇心が大きな夢を育てそして私自身の研究のエネルギー源となりました20世紀のの地球の環境保全と 持続可能性はまさにナノコーバンによるイノベーションの創出にかかっており、それによって黒田先生がおっしゃったようなまさに炭素の世紀が来ると確信しています。これからもですね、若い研究者そして学生諸君とともにですね、このナノカーボンイノベーションを目指して挑戦してまいりたいと思います。決して諦めずにネバーネバーネバ。 ネバーアンドネバーギブアップ、never never 諦めないぞと、この姿勢で。進めて参りたいと思っております。どうもご清聴ありがとうございました。